刀に搭載されている技術といえば何でしょう。エンジンには TSCC という技術が使われています。ツインスワールコンバスチョンチェインバーです。ネット上では綴り間違いが多く見られます。まあそんなことはどうでもよいです。これはスズキの4サイクル4バルブエンジンにことごとく使われています。このような広く使われている技術もありますが、一度だけで消えてしまったものもあります。パワーアシストクラッチがそれです。刀の国内版だけに使われていました。なぜ他のバイクに展開しなかったのでしょう。モーターでクラッチの重さを軽減する機構です。サービスマニュアルの解説図はこうです。仕組みとしてはこんな感じ。1、クラッチレバーを引くとスイッチが入る。2、モーターが作動しクラッチワイヤーを軽く引っ張る。入力を増幅させる点では電動アシスト自転車みたいですね。七半刀に乗っていた時代、私はツーリングに出かけると帰る頃には左手がパンパンでした。そんな私にパワーアシストクラッチは救世主でした。まるで 250cc のようなクラッチの軽さ。友人をしてこれは反則だと言わしめたテクノロジーです。人によってはその操作感がダイレクトじゃないと感じるようです。それで取り外してしまう方もいるとか。外したパーツは私にください。予備部品にします。この私にとっては夢のような技術。それが国内版の刀だけで終わってしまったのはなぜでしょう。刀以外はクラッチが軽かったのか、取り付けるスペースがなかったのか、壊れたら困るからか、単なるコストの問題。最近はアシスト&スリッパクラッチがあるからこんな機構は必要ないですね。でも当時は画期的だと思いました。本当になんでやめちゃったんでしょう。そういえばスズキの消えた技術にこんなのもありました。自動でシートコールを下げる装置。サスペンションの昭和が2019年にイーラハイトフレックスと同じようなものを発表してます。でもスズキはすでに1990年に市販車にシートを上下するデバイスを採用してました。 SHC シートハイトコントロールです。オフロードバイクの DR250SH に搭載されてます。停止時にはシートが下がり、走り出すとシートが上がるシステムです。 DR 以外には採用されず数年で消えてしまいました。単速でも背の高いオフロードバイクに画期的なシステムでした。これもなぜやめちゃったんでしょう。どちらも一機種だけに採用されて消えていった技術です。存在さえ遠い記憶の彼方になってしまったバイクに搭載され消えた技術もあります。バイクは GR650 です。 GR650 だけに採用されたのは可変マス機構。高回転になるとクランクが軽くなるのです。低回転では力強く、高回転では高いレスポンスを発揮するものです。でも果たしてその目論見は成功したのでしょうか。だって650で53馬力ですよ。話はそれますが、スズキは650好きですね。この GR650 もそうですが、GS6 パンチ、LS650 とかありますし、消えていった技術が多いのはスズキがチャレンジングなんでしょう。ではまた。